少女探偵、ナンシーはアメリカ合衆国の児童向け推理小説。少女ナンシー・ドルーが事件を解決するシリーズもの。1930年に出版社ストラッテ・メイヤー、シンジゲートの創設者でもあるエドワード・ストラッテ・メイヤーが書き始めた。シリーズはキャロリン・キーン名義で複数の大作者によって継続された。アメリカ社会の文化、思考の変化に応じて数十年にわたり、 主人公、ナンシード・ドリュー像は刷新されていった。このシリーズはかなりの改定を経ている。例えば1959年には人種差別的な部分が大幅に削除されたが、それが成功につながったかどうかは疑問が残る。多くの文学研究者の意見がこの改定によって、主人公の率直な人柄は弱まり、彼女は従順で、 印象的で控えめなキャラクターに出してしまったとの方向で一致している。1980年に始まった新シリーズ、ナンシー・ドリュー・ファイルズは、もう少し成長し、もう少しプロよりの探偵になったナンシーを描いたもので、プロットの傾向も恋愛小説よりとなっている。2004年、1930年以来続いていた、本来のナンシー・ドリュー・ミステリー・ストーリーズは終了し、 新シリーズガールディテクティブが開始された。ナンシー像の描写は時代に合わせて変化し、大胆不敵で活発な若い女性から、むしろ臆病で受動的な性格となってきている。これらの変化にもかかわらず、ナンシードルーシリーズは世界的な人気を保っている。累計で少なくとも8000万部が売られ、20を超える言語に翻訳されている。映像化も行われており、5本の映画、 二つのテレビシリーズがある。多数のコンピュータゲームをはじめ、各国で多彩なキャラクター商品が発売されている。一種の空像として、ナンシー・ドルーは多くの著名な女性たちの人間形成に影響を与えたことが言及されている。例えば、サンドラ・デー・オコナー、ソニア・ソトマイ・オール、ヒラリー・クリントン、ローラ・ブッシュである。フェミニズム陣営の文芸批評家たちは、 ナンシードルーを願望重則的で神話的なキャラクターである、または女性性とは正反対の概念の具現化物であると分析している。ありがとうございます。